ース三国の宇月第一戦、4日目の競争はこれより後半戦に入ります。まずはガチンコ第7レースです。5号艇の大内優輝が少し離れました。あとの5選手は内側で固まっていきます。1、2、3、4、6、そして5号艇の大内となっています。対戦メンバー1号艇徳島浜村義弘、2号艇長崎鶴光一郎、3号艇地元福井の牛尾田博子、4号艇岡山田中健太郎、5号艇京都の大内優輝、そして6号艇静岡山下優輝です。端幕を回って1コースに入ってくるのは1号艇浜村義弘です。初日から4連勝、昨日は3着2着という成績でしたけれども楽々予選を突破してきました1号艇の浜村。今日は11レース準優勝戦との2回乗り、そして2号艇の鶴光一郎がこのまま2コースに入ってきます。昨日の1着は6コースからの逆転劇でした。この鶴は12レースに再登場してきます。3コースもスロー水域、3号艇地元の牛尾田博子、4コースを大きく引っ張った4号艇田中健太郎です。5コースには6号艇の山下優輝、女性レーサー軽量級、そして最アウト6コースが5号艇の大内優輝で決まりました。1番、2番、3番、4番、6番、5番で進入してきます。1、2、3、4、6、5。第7レースガチンコスタートまで3秒1秒、スタートを切りました。インからトップスタートは1号艇浜村、2コースからは2号艇の鶴も伸びていく。一周1マークに向かっていきます。まずはインセン体制、1号艇の浜村、2コース差しを狙っていくのが2号艇鶴光一郎、まくり出し6号艇の山下優輝、先頭は1号艇の浜村、浜村先頭、まくり出した6号艇山下2番手、そして3番手が5号艇の大内で、2号艇の鶴光一郎は遅れを取って5番手の位置、バックストレッチの中間点を過ぎました。なおスタートは正常、スタートは正常でした。一周にマークトップで回る1号艇の浜村、2番手ターンは6号艇女性レーサー山下優輝、内側から追っつけた5号艇の大内ですが、おっとちょっと6号艇の山下振り込んでいる。ここで2番手5号艇の大内に変わったか。レースは2周目に入っていきます。浜村が大きなリードを取りました。早くも10手進以上離れています。2番手追走6号艇の山下、アウトコース5号艇の大内、さあまずは6号艇山下が先に回っていく。ここをつけ回ろうという5号艇の大内優輝、2周目バックストレッチに入りました。さあ6号艇の山下2番手か、アウトコース5号艇大内差がなく続きます。この後ろは水が空きました。3号艇の牛尾田、2号艇の鶴、最後尾が4号艇田中健太郎です。2周2マークを折り返します。1号艇の浜村義弘トップ旋回、2番手ターンは6号艇の山下、ボートをバタつかせながらもここは2番手をキープ。3番手少し流れた5号艇の大内が3番手、1番6番5番165の上位体制でレースは最終周回へと入っていきました。今日は11レース準優勝戦との2回乗りであります。1号艇の浜村義弘トップ旋回、そして2番手ターンが6号艇の山下優輝となっています。3番手5号艇の大内、1番6番5番165の上位体制が固まってきました。このまま1番6番5番でゴールいたしますと1653連単は 115.5 倍、165は 115.5 倍を示していました。最終コーナー折り返しました。1号艇の浜村、2番手は6号艇の山下、3番手は5号艇の大内がキープして上位体制、1番6番5番でゴールを迎えます。先頭1番浜村五輪、続いて6番の山下、5番大内の順、そして3番2番2番2番3番は接戦、ラスト4番の田中五輪。第7レースの確定をお知らせいたします。1着1番、2着6番、3着5番、以上でございました。